こんにちは、林美研の浜田がこれから建築輸出紹介を始めます。よろしくお願いします。私たち林部研究室では人と生物の運動の知見を利用したリハビリテーションとロボットの研究を行っています。ニューロロボティクス研究室ではぶつかっても柔らかい制御と、賢い学習を、どういうふうにできるかというのを考えて日々研究をしています。興味のある方はぜひ機械系のロボティクス専攻を目指していただいて一緒に研究をしましょう。ロボティクスは未来でしょ。じゃあ林部ラボで一緒に楽しく研究しましょう。